おはようございます。おはようございます。朝から DVD を 見ましてね、いっぺんに見たわけじゃないんですけど、京という名の極道かな、名前これで合ってるかな、これで3部作見ました。主演はなんて読むのやろ、虎木場幸喜っていうんかな、この人ので、まあ相川翔さんも出てますね、木村和也さんとか前田光陽さんとか。久しぶりにドンパチ激しい映画でした。人気映画、見応えありました。気持ちがいいです。ここ最近、人気映画でも陽と陰があれば、陰の方の映画を見ててね、ちょっと悲しい映画が多かったんですけど、これは久しぶり豪快なもうドンパチ映画です。ゴンパチ映画です。おすすめします。レンタル落ちやったら安くで売ってると思うんでね、いいと思います。まあ、この他にもね、まだまだアマゾンで人気映画買ってるんで、また紹介していきたいと思います。木村和也さんも第一部で、まあ、ちょろっと出るだけなんですけど、いい芝居してますしね。それが後に完結編まで、いい感じで出てくるんでね、スクリーンが、この豪快暴れ者、まさに仁義なき戦いみたいな感じのドンパチ映画です。皆さんおすすめします。京という名の極道三部作ありますんで、よろしくお願いいたします。またこの後僕は人気映画を見ますんで、また紹介したいと思います。それではまたね、バイバーイ。